ること、扇子を使って表現いたします。形をなくしてしまったとしても、大切な思いが永遠の祈りとなって、受け継がれる様子を踊りで表現します。それでは、ヤッカル荘、東京支部の皆さんです。どうぞ。ありがとうございました。